ここにまあ雨どいを置いて、そこに土を置いて水を流してどういうふうになるかという実験を、ちょっと別のところですけども行って実験をしてみたいなと思います。実験ではですね、最初、まあ、弱い雨の時は、この、土の粒は流されません。雨の量をこの水道水からの水の量で、表現してますけども、その量が多くなるとこの底にたまったものがですね、流下するということになります。水はこの中を通ってここへ流れて、いわゆる川の状態ですね、川の状態で、流れていくと、まあ、平常時は雨があったらこういう状態になっているわけです。で、水量をですね、増やしてみます。雨の強さが強いということを表しますけども、そうすると粒が流れていきます。この近くの家は、まあ、倒れていると、まあ、これは土の状態と水の量によって、この壊れる範囲とかはもちろん変わってきますけども、まあ、実験としては、少ない、水雨の量ですと普通に川を流れますけども、量が多くなると、このように、土石流が発生すると。谷の頭に土が、まあ、バラバラの土がいっぱいある状態を再現したものになります。通の雨を意識して、水を流しています。で、この時は、この下からですね、水が、浸透した水が下流に流れていく。まあ、これ排水のどっちかというといい状態に近いと思うんですけども、今度水量を増やした状態を、やってみます。水量が多い状態ですと一気にこの土になる部分が流れています、まあ、今回少し流形が荒いですから、土と水が比較的簡単に分離してこの辺で終わったんですけど、これがもう、もう少し細流になっていくと全部がだらっと、まあ熱海の現場だと海まで流れましたけども、そのように泥流化して流されてしまうという現象が起きます。